基本例題7番、力石の問題です。力石というのは、このような公式ですね。これ今から求めるのは、ボールに与える力石です。手に与えるじゃありません。バットに与えるじゃありません。ボールに与える、つまりボールが受ける力石です。ボールが受ける力石は、ボールの後の運動量からボールの初めの運動量を引きます。ボール、ボール、ボール、主語はボールです。ボールが受ける力石を求めましょう。1番、ボールを受け止めるというのは、銃で飛んだ速さを0にするということです。後の速さが、これ右向きにプラスにしておきましょうね。向きも求めなければいけませんから、右向きをプラスにしておきます。後の運動量は、ボールの質量 0.2、止まりますから0です。はじめの運動量 0.2 かける右向きに10、プラス10。ということは、Fδt はマイナスの2ニュートン秒となります。このマイナスは右向きをプラスにしましたから、左向きに2ニュートン秒の力石をボールが受けたになります。2番です。2番は逆向きに同じ速さ、銃で飛んできたボールを銃で打ち返します。代入しますね。Fδt は後のボールの運動量は右向きプラスとすると左向きです。質量が 0.2、左向きの V が10ですからマイナス10。はじめの運動量、ボールの運動量は 0.2、右向きに10、プラス10。ということはマイナス4になります。左向きに4ニュートン秒となります。最後3番。3番は野球でボールをキャッチャーフライする場合ですね。こちらが後です。こちらが衝突前です。力石は、ボールが受ける力石は、後の運動量、2ですね。これが2です。それから、初めの運動量、こうですね。これも2ですね。この赤から緑を引くんですが、この引き算は少しパッと分かりにくいので、後の運動量と足し算にします。はじめの運動量。これベクトルです。ベクトルの引き算をします。赤から緑を引くんですが、赤とマイナス緑の足し算をします。マイナス緑を作りましょう。これがマイナスの緑です。これを足し算するわけですね。赤とマイナスの緑を足し算すると、こういうベクトルになります。これが後の運動量から始めを引いた、始めの運動量を引いたもの。後の運動量と、マイナス始めの運動量を足したもの。ボールが受ける力石になります。45度ですから、2√2ニュートン秒となります。